はい、こんにちは。今日はいよいよ LA 旅行記6日目です。下手くそやったら、まあいいや、それはいいとして、5日目にカジノを1日過ごして楽しんで、シルクロソレイユ見ましたとか、カイザスホテルで迷子になりましたっていう話をしました。で、今日はまたロサンゼルスの方に戻って、最後サンタモニカという海岸の街を見て帰るという、そんな流れになっていきます。まあ、7日目は7日目でまた話そうと思うんですけどね。うん、ということで、朝割とゆっくりだったんですよ。これまで朝7時とか8時とかに起きて行動開始してっていう感じだったんですが、今日に限っては11時のバスだったんで、朝もゆっくりめに過ごして、でカジノの中をうろ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 して、でチェックアウトして出て、で、まあ、10時45分くらいに待ってたんですよね。で、15分くらいボケーとしてたら、こうバスが来るまでの間に、なんかちょっともうね、完全にお前やられたなっていう感じの格好のおじいちゃんが来てですね、で僕の前をトコ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 って歩くんですよ。そしたら歩いてたら急に立ち止まって、自分の右手を見つめて震え出して、ファッケーって言って、チャリン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 って羽を撒き散らして、でそのまま歩いていったって、びっくーってなって、え、どうしたのって思ったんですけど、よくよく考えたら多分カジノで大負けしたんだろうなっていうことなんですよね。で、そんな風にね、カジノで負けたからとはいえ、お金をそんな風にぶちまくっていくから、というか月がないんじゃないのって思ったりはするんですけどまあそんな感じで、待つ時間とかがあるんだったら僕もカジノやっとけばよかったなって昨日の動画でも話したりはしてるんで、ですけどね。皆さんもしラストベガスに行かれるんだったら、まあ、ちょっと何でもいいから1個試してみて、やってみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。バス自体は11時とかそのくらいの時間だったと思うんですけど、ぴったり来た。ところが残念ながら飛行機が1時間ほどの遅延ということで、出発から、ね、到着までっていうのが、まあ、ずれてしまったので、当日は3時くらいにはサンタモニカに着ければいいかなというふうに思ってたんですが、まあ、トータルで行くと5時前くらいに着いたっていう感じだったんですよね。まあ、結構時間もったいないなと。ラスベガスってカジノがある以外、特になんかこう目新しいお土産をいろいろ買おうとか、そんな場所もあるわけではなかったんで、空港に関しては、ちょっともったいなかった気がするんですけどね。まあ、それは仕方ないと。で、ロサンゼルス空港からサンタモニカまでビッグブルーバスっていう、日本じゃあんまり見かけないんですけど、真ん中が電車の連結部分みたいにつながっている2台のバスがあって、でビッグブルーバス、これが 1.25 ドルなんですよ。はい、で40分の距離を走れるという、ものすごくリーズナブルな感じなんですよね。で、まあ、ロサンゼルスの街並みも見れましたし、こう向かっていくのが海岸沿いだったんで、こうだんだん夕日が綺麗な風に映ってきて、すごくいい時間だったんです。で、面白かったのが黒人の運転手さんだったんですよ。で、いくら払ったらいいのかがわからないし、で、どこに入れてもいいかがわからないから、これはまずサンタモニカ行きますかって言ったら、あ、行くよって言って、ものすごい倍速で、あ、行くよみたいな感じで、すごい倍速だったんですよ。ところが、あ、なるほど、で 1.25 ドルかと思って入れたら、でめっちゃ笑顔 で、まあ、声はかけられなかったんですけど、もうサムズアップをしながらうんってめっちゃいい笑顔だったんで、あ、この人いい人なんやって思って安心安全快適な40分が過ごせました。でサンタモニカに着いたら、これとロサンゼルスなのかなっていう街並みが並んでて、ちょうど夕日が綺麗な時間で、僕が一人旅行行ったって1分半くらいの動画の最後にもそのシーンを映してるくらいな場所なんですけれども、まあ、少しホテルから歩いてパシフィックパークっていう水上遊園地があって、実際乗り物は乗らなかったんですけど、観覧車があったりとかジェットコースターがあったりとか、なんかサメのですね、くる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 回ってるアトラクションとか、サメの口の中に入ってるアトラクションなんですよ。みんな上手に食べられてる気分が味わえるっていう、まあ、なかなか斬新なアトラクションだったんですけど、で、まあ、お土産屋さんとか飲食店とかあったりとか、まあ、出店みたいな、だから雰囲気、ユニバに例えてあれですけど、アミティでしたっけ、上手のある、本当にあんな感じの場所ですね、あれが会場に浮いてるっていうようなイメージのところでした。で、まあ、バスケットボールのゲームもね、あったりしたんですけどね、なんかどうもね、周りに目立ってしまうっていうのがあんまり勇気がなくて、今思えば外してもいいからやればよかったなと思ったりしたんですけど、まあ、そんないろいろカーニバルゲームっていうのもあったりとか、でバスケットボールを何本中何本入れたらぬいぐるみもらえますとか、ハンマーで叩いて規定の高さよりも上がったらいきますとか、みんなで銃を撃ち合って一番ポイント高かった人に景品あげますとか、そういうゲームが、ね、いっぱいあったりとかしました。でそれからまあ戻って、あんまりパシフィックパークとか、それでシュワちゃんが筋トレをするなんか海岸沿いのオープンな施設があるんですよとか、そういうのがあるくらいで、あんまり観光スポット的な場所っていうのはなくって、でモーテルみたいなところに行って、
フードコートで、まあ、パスタとかそれからピザ食べてで終わってであとはモーテルがあってちょっとまたワンブロック違うところにサードストリートっていういろんなイメージはそうですねアウトレットみたいな感じで、まあ、両サイドにお店が並んでてで真ん中に大きな通路があってでそこの通路でパフォーマンスをいろいろやってる人いたんですよ。音楽をやってる人もいれば歌を歌ってる人もいたりとかそれからなんか謎の仮面をつけてずっと立ってるだけの人とかパントマイムやってる人とかいたりしたんです。ただ30メートルもあるかないかくらいの距離でやってるんでパントマイムとかただ立ってるだけとかだったら音がないから別に被らないですけど歌歌ってる人としかもそれも7、8歳の小さい男の子と、まあ、30代くらいの若い男性がこうそれぞれで歌ってるピアノ弾いてるドラム鳴らしてるとかで距離近ないって音楽ダダかぶりしてるけどお互い大丈夫みたいな状態で、まあ、いろんなパフォーマンスがあったりとかしても楽しかったですね。でまあその他いろいろお店やったんですけど、まあ、日本とあまり物価差して変わらなかったんで、まあ、特に お得になるお土産もないかなと思って泊まったホテルってチアイサンタモニカホステルっていうところでここはいわゆるゲストハウスです。8人1部屋で4つの2段ベッドがあって ものすごいギシ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 いうかなりうるさい2段ベッドだったんですけど、まあ、それで泊まってとでロッカーとかもあったんですけど鍵がついてないから危なくってロッカーにしまうよりも自分 の寝るところに荷物とか置いて寝た方が確実に安全だなっていう感じでしたね。中庭の雰囲気がめちゃめちゃいいんですよ。まあ何階 3,4 階建てくらいで、で1階のところに中庭があってでちょっとした小さな水が流れるなんか噴水じゃないですけどそういうものがあってそれをこうその水が流れてくる音を聞きながらベンチに座ってでポケーとするっていうこの時間がなかなか良くてですね、周りは結構騒がしいんですけどそのホテルの外はすごく騒がしいんですけどホテルの中って限られた空間っていう感じだからもう音も一切外からしてこないしすごく静かに過ごせると。であとは、まあ、ビリヤードがあったりとかボールがいくつかあったりとかしてもし何人か行く人が一緒にいたとしたら HI サンタモニカホステルっていうところに泊まるとしたら、まあ、ビリヤードとかして楽しんでみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとはよくある大学とか高校とかのなんか個別で仕切られたシャワーみたいなのがあるんであんな感じでちょっとまあ下が結構空いてるんで足元見えちゃう感じなんですけどそのところでシャワーを浴びてで、まあ、次の日も朝早かったんで6時か7時くらいまた出発だったのかな8時かとか出発だったんで、ビッグブルーバスに乗らなくちゃいけなかったんですから、ちょっと早めに10時くらいかなには寝て、次の日備えるという、まあ、そんな1日でした。だから6日目のサンタモニカって大して見るところも実はなかったですし、まあ、水上遊園地っていうところに行ってみて雰囲気味わってみたいっていう方にとってはすごくいい場所だとは思います。ただがっつり遊びたいとかなんか美味しいもの食べたいとかっていうとそんなに特別な街でもないんで寝たくらいに行くのはすごくいいのかなと思うんですけど、まあそんな感じの街でした。ということでいよいよまあラスト最終日は、明日4月7日になるんですけれども4月7日はもう単純に朝飛行機乗ってバイバイっていうだけなんで、まあ、今回の旅をまあ振り返ってみてどう感じたかっていうことをお話ができればなというふうに思っています。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとかあるいは伸ばしていくそんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。